い、こんにちは、ちちちゃです。それでは今回は超人タウンのジムに挑戦したいなと思います。行くぞー。あ、寒そう。柳さんはポケモンと50年付き合ってる強者だ。それに見ての通り凍りついたこのジムで人々を震え上がらせる攻撃を仕掛けてくるぞ。凍らされる覚悟はいいか。おっと違った。氷に負けないように熱い闘志を燃やしているか。50年の付き合いってことは10歳でポケモンもらって今60ぐらいなのかな。お、明らかにでも10歳じゃない子がポケモン持ってたりするからなんとも言えんが。どうも。ジムリーダーの柳さんに会いたいなら考えて滑る必要性があるわよ。結構大変なギミックってことだ。サチコ。パラ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 。もうスキーだったら負けてないのに。私もスキーをたまーに滑ってました。ちっちゃい頃は。ツルツル。全然滑れる方じゃないな。中級者ぐらいかな。スノーボードはできない。ウリム。少し俺たちの本気を分かってくれたか。このジムはいいぜ。いつだってポケモンと一緒に滑っていられるんだもん。よっ。ギャラドスに波乗りを思い出したからな。よっ。ちょっといけない。いけないぞ。こうか。あ、なるほどね。仕掛けは分かった。ハートゴールドって先登りないのかな。僕と戦うのが怖いのか。ガクガクブルブル。25か。怖いほど強いね。せやせや。本当に強い人はあまり強そうにしてないものだ。まさに君がそうだった。おん。どうすればいいんだこれで。お、見てよ、華麗なシプール。29レベル。びっくりして尻餅をついた。レベル29ってことはあれだよね。完全に多分ジムリーダーレベル35くらいだよね。もしかして40はいかないだろうけど。てかこれどうすればいいんだ。どうすればいいんだこれ。ひらめいたかも。ひらめいてしまった。違う。違う。あ、わかっ、いや、わかんないな。いや、わかったかも。こうでしょ。で、からの、よ、こうでしょ。で、こうして、こうして、こうして、こうじゃん。いけた。いけた。ポケモンも人も生きているといろいろある。私もいろいろ辛いことを味わった。人生の先輩としてそれを教えてやろう。君が生まれる前からポケモンと一緒にいる。おいそれと負けたりはせん。水の柳と呼ばれるその実力を見せてやろうかな。冬の柳。お願いします。めっちゃ風吹いてた。どっから吹いてたの。雷。よいしょ。あ、残ったか。それでは電気ショックですな。お、もうちょっと。
ライブ。ちょっと、じゃあこっちも帰るか。二の目は特性なんだろう、熱い脂肪かな。ちょっと特性わからないから焼肉出せないし、水タイプで攻めます。ツイッター、よし、吹雪倒梅。結構効くね。半分までは行ってないけど結構効くね。波乗り抜群な味、まあ、ただ特殊がそのツイート強くないから半分いかなかったか。しょうがないな、このまま押して機械に頑張ってもらう。よいしょ、マジか。木の実マジか、マジか。でもこのぐらいならなんとかなるよね、多分駆け落ちでなんとかなるはず。あられもやんだし、頼むぞ。一緒に入ったら嫌だから息づかせる。痛い。よし、わー、気合い玉。九州に入ったら知らない。自己再生、もう一回自己再生いるね。これ
ジュゴンさんさっきから氷の粒ってしか知らんやん。スガイさん負けてるからだよねきっと。この次やるか。ほい、頼むぞ、そろそろ当ててくれ。痛い。オッケー、よしよし。上がるの100超えた。ついに祭りレベル29。なんかコメントでレベル50で四天王戦って言ってたんですよ。でもバッチ7個目なんだよね。でレベル33ちょっと低いのかな、やっぱり。あー、回復の薬、再現更新で半分削れたらいいんだけど。おし、いける。柳はしなやかで折れにくい。まだ諦めたりはせんよ。よし、ジムリーダーの柳との勝負に勝った。ふむ、策が尽きたか。うんうん、見事な戦いっぷり。その強い気持ちがあれば何があっても乗り越えていけるだろうよ。うむ、このバッジを持ってきなさい。アイスバッジゲットだぜ。それを持っておると荒れ狂う渦の上を進める、渦潮なる技が使える。この間もらった秘伝マシンだね。技マシン07、氷の粒手とか。あられか。しばらくの間、ラレを降らせ、氷タイプ以外のポケモンは辛い思いをするであろう。吹雪も絶対当たるようになるしね。まさに冬の厳しさを感じさせる技よ。氷と雪が溶ければ春になる。君はこれから長い時間ポケモンと一緒にいられる。それを大切にな。そっか、柳さんはもう御年60ぐらいだから、もう追い先は短い。よよよよよよって感じなんですね、きっと。よっと、宇宙人博士からだ。もちちゃん、最近調子はどう？いやね、なんだかラジオ放送がおかしいからね、気になって電話したんだ。うん、ラジオ聞くとロケット弾がとか言ってるんだよね。もちちゃん、何か知らない？それともひょっとしてロケット弾って復活したとか。そんなことないか。変な電話してごめんね。じゃあ気をつけて。この電話って一方通行だからさ。これ電話って我々の知ってる電話ではないんじゃないかな。我々は泣く子も黙るロケット団、組織の立て直しを進めた3年間の努力が実り、今ここにロケット団を復活を宣言する。榊様、聞こえますか？ついにやりましたよ。ボスはどこにいるんだろう。この放送聞いてるかな。おー、ラジオが乗っ取られてますね。じゃあ次回はちょっとラジオの放送局を見に行こうかなと思います。今回も最後までご視聴誠にありがとうございました。またね、バイバーイ。